秋になりました。山の楓が緑から赤に色づき始めました。空から撮影すると大自然の自然な色彩のグラデーションを見ることができます。紅葉の林道に入ると湖畔の景色と相まってまるで絵画の中に入り込んだような美しさです。山を訪れた観光客は紅葉を見ることができてとても幸運です。ちょうどぐるっと写真を撮ってきた。ここの紅葉はとても繊細ね。そして青空のブルーの背景と相まってとても綺麗。この美しい紅葉スポットは標高2200メートルに位置する台中の福寿山農場。ここ数日早朝の気温が10度前後まで下がり、朝晩の気温差が大きく、数百本の楓の葉がどんどん赤く染まっています。天気が次第に涼しくなってきたので楓も赤くなってきた。ぜひお越しください。農場の関係者によりますと、ここの種類の楓は葉が小さく、秋の初めに緑、赤、黄色の葉が山を彩ります。中でもおしどり湖付近の楓の歩道の日本風の造園はさらに美しい景観を引き立たせています。ただ、もみじ狩りに訪れようと思っている人たちは注意してください。秋の始まりは天気が急に涼しくなったりするので、風邪をひかないよう出かける前に羽織るものを1枚多く持って出ることをお勧めします。